アメリカのマネーサプライの推移、管理通貨制度とは、通貨の発行量を通貨当局が調節することで、物価の安定、経済成長、雇用の改善、国際収支の安定などを図る制度、法務制度に対して言う、管理通貨制度の下では、通貨当局は金保有量にかかわらず通貨、供給量を増減させることができるので、第二次世界大戦後から、情報革命を背景に、 電子記録としての預金通貨を止め所ころなく増やしている。渦のような通貨供給量の増加は世界的な傾向である。管理通貨制度の下では、自国通貨は原則的にいくらでも発行できる。金を貨幣価値の裏付けとする金本位制においては、銀行券発行量は成果準備校に拘束されるのに対し、管理通貨制度では行政府の通貨政策次第であり、貨幣の価値は政府、 または、中央銀行の政策によって裏付けされるため、その価値は不安定となりやすい。よって、通貨当局は、金融政策により、貨幣価値の安定化を図ることを重視する。銀行学派の考え方によれば、中央銀行は、プライマリバンクの担保の差し出しの対等ものとして、通貨を発行するのが原則であり、この場合通貨の価値は、市柱の信用力に依存している。一方で、 議会や行政府が国債を発行して中央銀行に引き受けさせている場合、その通貨の価値は行政府の信用を担保としている。管理通貨制度では発行量が本位の備蓄量に拘束されることがないので、景気や物価調整のために柔軟な通貨量調整をすることができるメリットがある。一方で通貨当局と行政府の関係が常に問われ、 通貨当局が行政府の影響下にある場合、景気対策のための向上的な金融緩和がインフレを招く場合がある。また独立性が極端に保護されている場合、通貨当局の失策が国家に破滅的な混乱をもたらす場合がある。管理通貨制度においても通貨は支柱あるいは政府の信用の対等ものとして取り扱われるのが原則であり、この原則に 政策上の事情あるいは市位性が加わると、インフレーションやデフレーションの原因となる。金本位制度化の1ドル打艦紙幣。20世紀に管理通貨制度が採用される以前において、欧米諸国を中心とした国際決済市場では、金本位を利用することが一般的であった。これは銀行に金貨、金地金を予託しその預かり券を用いて取引を行い、 最終的な決済は売り手買い手の指定する銀行間で金演奏することによって生産する制度である。金本位による国際決済は戦争によりしばしば中断されることがあり、とりわけ19世紀にはロンドンが主要国にとって国際決済の中心であったことから第一次世界大戦の発生により金本位の中断を余儀なくされた。例えば日本は1913年12月末の 時点で、日銀成果準備は1億3000万円、在外成果2億4、600万円であり、在外成果はすべてロンドンにあった。また外貨決済の8から9割を、ロンドンで行っていたが、第一次世界大戦が始まる1914年の8月には、手形輸送が途絶し、ロンドンの金融機関が活動を停止するなど、混乱した。大戦終結に伴い19 19年に、 アメリカが1925年にはイギリスが金本位制に復帰した。金本位制の問題は、資本となる金塊を国際市場である都市に集中させざるを得ない点にもあった。特に19世紀における国際金融の中心地であったイギリス・ロンドンや20世紀にかけてその地位を継承したアメリカ・ニューヨークには、世界各国の中央銀行の支店や、 各国政府の出先機関が集中しており、各国の国際収支の調整はその都市に設置された、支店間での金塊の幻想により調整されるシステムであった。第一次世界大戦の前後から、金は経済力の格差からアメリカに集まり、アメリカでは国内で成果が過剰となってインフレが更新したことから、通貨準備から金の一部を外す不払加政策を取った結果、 金本位制の持つ国際収支調整のメカニズムは失われ金の偏在が進行した。フランスでは第一次世界大戦の賠償金としてドイツから1320億マルクを獲得する請求権を得たが現物給付などにより十分な支払いがなされなかったこともありインフレが発生し極端な金塊主義政策を採用し本位金の備蓄を行った。 これらの背景のもとに1929年からの世界恐慌が拡大し、イギリスは1931年に金本位制を離脱、アメリカを除く各国もこれに追随し、以後金本位制に変わる管理通貨制度の時代になった。イギリスの経済学者、ジョン・メイナード・ケインズは1920年代の半ばから、為替の安定に主眼を置く金本位制に変わって、 国内経済の諸目的を優先させる管理通貨制度の採用を主張していた。第二次世界大戦後は IMF 体制のもと、金と一温水イコール35ドルの陛下で交換可能なアメリカ合衆国ドルを基軸通貨とし、各国通貨は米ドルとの固定相場制を採用した。この体制下でも加盟各国は国内においては管理通貨制度をとっており、通貨当局は 為替介入と金融政策によりタイドル固定相場を上下幅1%以内に維持し続けた。この制度は金ドル本位制、金為替本位制などと言われる。1971年、アメリカの財政赤字、経常収支の赤字が増大してインフレが進行、アメリカはドルと金の打艦停止に踏み切り、これをもって金と通貨の関係は完全に切り離され、国際的にも 管理通貨制度へ移行した。田中秀臣、野口明、若田部ショート編、エコノミストミシュラン太田出版、2003年、229ページ。バジョットの原理、公衆が要求する限りどこまでも信用を、供与すべきであり、また、それを可能にするために平時においては十分な準備を、維持しておくようにしなければならないとする、銀行学派の命題。インドネシアにおける通貨金融危機の再興。 うちの義郎、ありがとうございます。